薄紅に青いは青い風に青い族の多年草。ブルーマローとも呼ばれている。大変丈夫で寒さに強い植物であり、草丈は60センチメートルから大きいものでは2メートルに達することもある。初夏から夏にかけて赤紫色の花を咲かせる。花はハーブティとして利用されており、お湯を注ぐと透き通った青いお茶になる。レモンを浮かべると、 ピンク色に変色するので大変人気がある。禁煙種のハーブに方向を持つムスクマロウや平たく広がるクリーピングマロウがある。コモンマロウの花の水溶液は酸性や塩基性の溶液を加えると色が変化するので理科の教材や夏休みの自由研究などで利用されることがある。若葉と花はサラダやハーブティに、葉と根は茹でて野菜としても利用できる。 民間薬として、咳や胃炎に効果があるとされている。ただし、妊娠中の人や何らかの食べ物に、アレルギーがある人、医師の治療を受けている人は飲用、飲食を控えるか、かかりつけの医者に相談してからの服用が望ましい。よく日の当たる場所に植え、土は水はけの良い弱アルカリ性のものが適している。夏場は乾きやすいので水やりを怠らないこと。 比較的多湿を好むが受けざるに水を溜めたりすると根腐れの危険があるため避ける。特に冬場は乾燥させて育てるのが良い。種まきは4月から5月中旬までに済ませる。株分けは4月から6月、9月から10月が良い。8月から9月頃種をつける。直根性のため、種は自家まきが良いが市販されているものを購入する場合は植えつける際に 根を傷つけないように注意が必要である。ありがとうございます。